き上げ TV をご覧の皆さん、こんにちは。南町観光協会の亀太郎です。そして皆さんご存知のようにね、今日はオールスターなんですけど、中でももう四国の右下の観光大使に就任されました赤井秀和さんをお迎えしております。では今回は赤井さんと、はい、それと南城無理海洋の三条の地域のキーマンの方、ちょっと方をお招きしてのトークセッションです。はい、では最初に皆さんに自己紹介をいただきましょう。まずはね、やっぱり赤井さんですよ。どうですか。南はもうその、まあ私が15歳、38年前ですよ。え、48年前か。48年前。え、どうなるんですか。63やから、15の時から来てるから、もう48年前から通ってる、その、あの観音寺さんっていう、まあそのお寺さんであったりとかね、あの亀が卵を産みに来る大浜海岸、あの感動した町、もうほんで今回、右下の観光大使もさせていただいて感謝しております。本当に、もう今もね、ずっとその会の展示会を見てましたんですけども、赤いです。そう、では、はい、その赤井さんのギャグとね、はい、このストロングスタイルを受けて木村さん、一気にテンション上げましょう。それ大変ですね。小道具もあるで、今日小道具自己紹介のために、ね、小道具もありますからね。あとサーファーでいらっしゃるんですか。サーフィンします。6歳からサーフィンを始めて、今もずっと現役でやってます。でこっちでは一応ネイチャーアスリートとして、例えばサーフィンであったり、サップであったり、冬山の登山であったり、そういうふうな自然の中でいろんなことをやりながら、そこで学んだ知識をもとに、ブルーホライズン麦の観光ガイドとして、例えば麦の大島であったり、山であったり、そういうところをガイドしてます。レキさんは。はい、永原レキです。よろしくお願いします。はい、僕は海陽町、四国の右下、海部群の中でも一番最南端の海陽町、その中でも一番南の宍喰というところで生まれ育ちました。で僕もサーフィンを中学生の時から始めて、でサーフィンっていうのはライフワークで、サーフィンのメッカである地元に帰ってきたくて U ターンして帰ってきたんですけど、徳島の藍染めっていう、僕はこのサーフボードがそうなんですけど、ちょっと出ました出ました、はい、こちらですよね。はい、僕まあ今自分が着てる服とかも基本的にはその藍で染めたものを着てるんですけど、藍の青とこのふるさとの海と空の青とを掛け合わせて、こうこのふるさとの魅力をこの世界に発信するっていうのを僕はやってます。うん、はい、ここで振り返るという意味で、それぞれ赤井さん、南今日無比っていただきましたので、海洋をね撮影して、ここは私印象残ってるっていうところ、まあまあ、南はもう本当にもう観音寺のもう東先生、お嬢さんにね、もうよくしてもらって、もう楽しい思い出がいっぱい詰まってる町なんで、引退してからもう何もやってない時からもうずっと毎年通ってました町ですからね。新しい発見もありましたので、ぜひこれご覧の皆さんは足運んでいただきたいなと思います。もう赤井さん一押しのね、南町のね、観音寺から大浜、はいはいはい、大浜海岸でね、うん、その本当亀山さんが見たらね、亀が涙してるの見たらもうこっちも涙してしまうというのがありますんで、ぜひともそれは見ていただきたいなと思います。はい、ぜひおいてください。はい、三男ご覧になられる方もね、近くに亀の博物館が借りたもございますので、はい、はい、ではお次はね、海陽町も撮影行っていただいたので、海陽町は何か、はい、もう自分の中でピンピンときたもありますか。世界初のその DMV、うん、陸からね、うん、鉄道にチェンジした時は赤井さん的にどんな感じですか。それがずっとバスで走ってるのに、また線を打ったら何かなんで、あ、電車乗ってるというのはね、ほんまにこう感動がしたんやから、それは言うとったらあかんど。それはそれまた体験していただきたいなと。体験すらこれは分かりませんからね。博物館のね、なかなか今までもう63年か4年間行ってきたけども、見たことがないね、もう海がいっぱいあったりとかして、それはもう新しい発見があると思いますので、来た海がありました。2回目をちらし寿司食べてもらったりとかね、してほしいですね。あ、タイも、タイ美味しかったな。もう一回食べたい。でもね、この前でも赤井さんのトークがね、探りすますんでね、はい、じゃあ今赤井さんが紹介してないところで、はい、まだある、ある
まず出来さん、ここはまだ行ってほしいなという海陽町で、僕が総代を務めさせていただいている轟の滝にある轟神社っていう海部川があって、その源流にある滝です。一番パワースポットだと思います。へえ。毎年の秋祭りがあって、あの海部の川の海山の人と農家さんと漁師さんがみんなが一緒になって水に支えられてるのを あのお礼しに行く場所なんですよ。でそれが海の人も山の人も一緒にやるっていうのがやっぱ素晴らしくて、なんかそれが今も残ってて、それがねもうぜひおすすめしたいところで、この下流域にほんでもう一個常満寺っていう四国最古の禅寺もあって、うん、そこも僕総代をさせてもらってるんですけど、もう四国で一番古い座禅の世界をこう伝える場所なんですけど、まあ、なんせすごいとこいっぱいあるんです、ほんまに海陽町。まだまだ、はい、まだまだ楽しみにしといてくださいよ。まだまだ焼くね、あんまり。ほんまにそら。ぜひトレーニング一緒に、滝つぼトレーニング、ご一緒いただきたいですね。はい、滝つぼトレーニング。はい、もうそれはもう、レキさんの思うつぼやね。いや、すごいっす。もういやいや、なんもそうない。はい、木村さん行きましょう、はい、僕はおすすめスポット、おすすめスポット麦町ですよね。はい、やっぱり麦町はおすすめスポットって言ったら、うん、沖にある島かなって思うんですよ。やっぱ手羽島だったり、その横にある島だったり、今日行った大島だったり、うん、まあそれどうしてかって言ったら手羽があって、例えばサーフィンするスポットなんですけど、まだ世界に知られてないサーフスポットがそこにはあって、うん、僕らは船で行って、船で行かないといけないようなところがあるんですよ、うん、でそこがやっぱりすごくいいかな、これからはすごくそこが楽しみかなと、そうですね、やっぱり海と川と山が全てコンパクトに整っているのが、この四国の右下のいいところだと思いますね。まだまだご紹介するところたくさんございます、はい、なんですけど、こうしたらね、自分たちのそれぞれの街がもっと良くなるとか、こうしたいっていうちょっと夢をね、ちょっとここらで赤井さん2人で語っていただきましょうか。どんだけ住んでても、山も海も川も知らんことだらけ。まあまあまあ、うん、でそれをやっぱりこう勉強していく、農業だったら農業で勉強する、漁業だったら漁業で勉強する、海の遊び、サーフィン以外にもサップとか、あと水の中を潜るスキンダイビングとか、いろいろあるんですけど、そういうことも全て勉強していく。でそういう知識をやっぱりつければつけるほど、それを教えることができるんですよね、次の世代とか。すごい、次の世代に伝えるって、そうやっぱり僕らってそれが当たり前すぎて知らんかった。例えば海っていうものが、山っていうものがどんだけ魅力があって、人をどんだけ呼び込めるかっていう魅力を、僕らは当たり前すぎて知らんかったやろ、うん、もうなんかもうあるのが当たり前、うん、毎日水に浸かるのが当たり前、うん、もう当たり前なんですよね。でもそれを深掘りしていったら、それは当たり前じゃなかった。年を取ってきて気づいてきて、やっぱり何かを追求することは、やっぱそれに対してプロになること、でプロになることっていうのは、やっぱりそれを次の世代に受け継がせることができる。農業の人はやっぱり農地っていうのがいっぱい余ってるでしょ。で人が減ってきたら耕作放棄、放棄地っていうのが増えて、それが1年2年経ったらそこに草が生えて、木が生えたら、そこはもう農業できない土地になってしまう、うん、まあ、そういう風な担い手がいればずっと農地でおらすことができる、うん、漁業でもそう、取れる魚が減ってきてるって言われてるけれども、やっぱりどうにかして海も活性化したい、山も活性化したい、そういうことに僕ら関わっていきたいなと思ってます ね、次の世代にバトンをね渡すってすっごい大事なことですよね、ほんまに、うん、実際に木村さんこういう活動もされるんですか。だから今法人を去年作って、例えばここの建物を管理することになって、そこプラスここの建物を使って、やっぱりそういう自然の教育、学びっていうのを教えれるような環境を作っていこうかなって今思ってるところですね。やっぱり海も近いし山も近いし、例えば自然の危険、どうして危険かって言われてることを教えて、その危険を知ることによって安全に遊べる。海でもやっぱり防災の観点からしても、自分の命を自分で守れる、そういうふうなやっぱり子供とかを育てて、やっぱり自然に興味を持ってもらって、ゆくゆくは帰ってきてもらいたい、それか移り住む、遊びに来るでもいい、やっぱりからこっちに関わる関係人口の増加っていうのをやっぱり狙っていきたいなと、まあ、それこそ理想を言うと、都市部の今まで縁がなかった、さっきから来てな来てなって言ってるその向こうの、なかなかこっちに来る機会がない、でも赤井さんのご縁で、例えば大阪子供たちとかを一緒に連れてきて、なんか参加できるような
でそういうやっぱさっきひろし君が言った教育にもつながるんやけど、なんか子供たちを巻き込んでサーフィンするサップするとか釣りに行くとか田んぼやるとかっていうことを赤井さんだけじゃなくて赤井さんがいるからこそつながれる土地と人とできれば若い世代とかにここに来てもらうような企画を、まあ、僕らはその企画をサポートできると思うので、なんかそういう地域間連携みたいなのがあのこういう行政の方もみんな巻き込んで一緒にできたらいいなって思います、うん、長原さんとは人の人のね巻き込んだ絆っていうことで、うん、で木村さんからは次世代へのバトンを渡すということでね、いいことを伺いました、うん、じゃあ赤井さんね、そろそろ、うん、あの島の時間が近づいてくるんですけど、はい、私今日もね一日もういろんなとこ巡らしてもらったんですけれども、はい、南町渡りはもう何十年とこうかかって知ってましたけども、まあ、知らん新しい発見もいっぱいありましたんで、海の綺麗さであるとか、もうその、まあ、もう山の獣道なところも歩きたいなと思いますけども、いろんな発見があると思いますので、ぜひとも、体験に来ていただきたいと思います。ありがとうございます。今回は BAITV の特別編として、四国の右下の魅力と将来の夢を語っていただきました。では皆さん